ようこそチラウミキッチンへ、近所のメイクマンに多肉をちょっと探しに行ってきました。ハオルチア、これをがあの家にあるんですけど、寄せ植えしてみようかなと思います。地面に植えたらちょっとですね、あの育ちが悪いので、日陰を好むみたいですね。いろいろメイクマン のコーナーに、この多肉植物コーナーに行くと、あの簡単にね、育て方とかも書いてますし、教えてもくれますので、ぜひぜひ行ってみてくださいね。かわいいよね、ミニね。こうやって増やせるようになったら上等だよね。はい、さて買い物してきました。もうまず土からないので、土から、多肉植物用の土を買ってきました。あとね、あの鉢の底に敷く石ね、あとネット、これはこの間あの特別支援学校の生徒さんが作ってくれた多肉ね。でこれを店員の方に聞いたら、静かに綺麗にあの優しくこう剥がしてあげれば分けられると聞いたので、この鉢に少しちょっとなんか分けて寄せ植えっぽくしようかなと思ってます。はい、でも今日はやるかな、どうしようかな、もう少ししてからやろうかな。で、この辺りが日陰が好むらしいです。水がはけのね、いいところが。なのでお庭はちょっとね、日の当たりも強いし、水はけが良くないので鉢植えにしたいと思います。でサボテンのとか多肉植物の土と普通の土をちょこっと混ぜてあげるといいというふうにも情報がありました。あの置く場所によるみたいですね。うち結構日当たりがいいので、まあ陰に置いてもちょっと日が当たる時間もあるので、この辺りを混ぜていきたいと思います。はい、工事の音がすごいうるさいですね。はい、じゃあまずこれね、この多肉用の土と、まあ、これお家にあったやつね、これをちょっと混ぜてみようかなと思う。ここね、初心者なので何が正しくて何が間違ってるのか、ね、やってみないとわからないですね。やってみないとわからないっていう感じです。でね、この次はこの防虫ネットを切りました。これぐらいのサイズにね。しかもさ、穴ちっちゃいんだよね、うん、だから一応ちっちゃめでいいかなと思ってこんな感じで入れていきます。はい、入れていきます。そしたら、ね、あれ、土も入れていきます。まあ、私がこんなことをするなんてびっくりですよね。きっとうちの母も途中で諦めるんじゃないかって思ってたみたいなんですけど、ちゃんと頑張ってますよ。そしてまあ、こんな感じで撮るときに忘れてはならないことがあります。機内モードにしましょう。電話鳴ってきますからね。はい、じゃあこれね、ハオルチアっていうの、あっ、また出てきちゃったよ。まだ、おお、まだ根付いてない感じですね。で、ほぐすって、ね、書いてあるけど、ほぐさなくてもいいぐらいな根っこの具合でございます。
ヤギの耳って書いて福とじって読むんだそうです。これかわいいね。これふわふわしてちょっとウサギみたいな感じなんですけど、これをね、あのメイクマンさんとか、これをね優しく優しくこんな感じで剥がしていいよって言ってもら教えてもらったんですよ。こんな感じで優しく優しく、あー俺折った、こんな感じで優しく、ほらこの優しくちょっと小分けにしましたので、こっちに入れておこうと、入れてみたいと思います。かわいすぎる。そしてまたちょっと足りない部分ね、2月だね、2月になったんですけど、ちょうどいい日差しでございます。あ、今日今お昼休みなんだはずね。お昼休みだから工事してない、静か。超かわいい、できたよ。パテツちゃんと見せます。かわいい。こんな感じでいろいろやってみようと思います。でもう一つがこれ、虹の玉って書いてあります。虹の玉とこれだな、これをペアで作っていこうかなと思います。ちょうどね4つできる。これもこれ半分こしようかなと思います。でこれと福とじだったもくっつけてやってみたいと思います。地道な作業ですね。やってみます。はい、もう一回ね、こんな感じで入れて、はい、次こっちのペア、あ、かわいい、ちょっとちっちゃいの入ってる。こっちのペアを、ね、こっちが入ってる。あ、大変だ、忘れた、大変なこと忘れた、敷石を敷くの忘れた。どうしよう、今ならまだ間に合う。はい、敷石敷きます。これ敷かなくていいのかな、敷いた方がいいって書いてあったから敷く。はい、よし、お、そしたらこのちょっと汚れちゃった、こっちね、あ、違う、これじゃない、こっちだ。虹の玉を入れます。虹の玉はもうこんな感じで、優しく優しく剥がしてくださいって言われていたので、優しく剥がして入れます。優しく剥がして入れます。スプーンがあればもういいかもしれないですね。はあ、もう私のセンスよ、どうなっちゃった。とりあえずこんな感じです。で、1個敷石忘れたやつどうしようかな。これまた最後にちょっと敷
記事を直してみようかな。この辺ちょっと今失敗してるんですけど、これとこれはまた2つ寄せ植えしようかな。はい、本当にこれで合っているんでしょうか。非常に不安な寄せ植えでございますが、一応ね、知り合いに聞いたりとかネットで調べたりとかしてみましたね。え、あと1週間ぐらいしたら根付くのかな。楽しみだな。可愛すぎる。1週間ぐらい経ちましたかね。根付いてきました。折り鶴蘭も綺麗に根付いてきました。ふわふわの服閉じも可愛い。どうなることかと思ったけど、意外としっかり、うん、なってる。可愛い。長男が朝からお焚き火あげてますけど、これね、まあ、ダメ元でこんな赤ちゃんちょっと剥がれてしまったやつ、こんな風にするといいよっていうのをちょっとあの情報を、もらったのでやってみます。どうなるかな、増えたりして。はい、うん、もう朝日がすごい。小鳥のさえずりも素晴らしいです。爽やかだね。はい、今日も一日いい日になりますように。